い、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。いや、たい焼きの美味しい季節ですね。いただきます。違う、これオーマジオドライバーだ。そんなわけで最近届いたオーマジオドライバーに続いてこちらも届きました。デラックスメモリアルライドウォッチセット。割と前からもう恒例になりつつあるメモリアル系の変身アイテム。よいしょっと、ほいっと、はい。わあ、すごい、なんかかっこいいね。なんかちょっとしたアクセサリーが入ってそうな箱。艶消しブラックのど真ん中にシルバーの白押しで、ジオー、ゲイツ、ウォーズ、つくよみ。あ、つくよみこれなんだ。つくよみシンプルだね。一番書きやすそう。それぞれのライダーズクレストが書いてあります。箱超シンプルだね。もう真っ黒。下の方にちょっと書いてあるけど、メモリアルライドウォッチセット。箱の後ろの方は特に遊び方書いてないんだ。いや、高級感すごいね。中身がよいしょっと、お、箱が4分割になってる。シャレオツボックス開けるといつも通りの感じの箱デザイン。デザインは一緒なんだけど、なんか4分割になってるんですよね。分割はされてるけど、一応それぞれがつながる形になってるんだ。上の箱の方にはジオー、ゲイツ、ウォーズ、ツクヨミ4人のライダーが書かれていて、下の方にはそれぞれのライドウォッチが書かれています。一つ取り出してみるか。よいしょ、おこれが中身ジオーってことね。ジオーの顔が書かれていて、あ、本人、変身者の時は総合くんの素顔が書かれてる。で、こっちは、あ、ジオーとウォーズ。あ、なんかこっちも繋がる感じなのかな。で、逆か、これはライドウォッチね。で、速攻の方はこっちか。入ってるライダーに色がついてるんだ。面白いね、箱。じゃあこっちは、こっちはゲイツで、こっちもゲイツで、こっち側、あ、こっちではゲイツとツクヨミが並んでる。で、ライドウォッチ、速攻の方はゲイツは赤くなってるね。ほんじゃこちらは、こっちはウォーズ。逆側ももちろんウォーズで、後ろはやっぱ繋がる感じだね。ほんでこっちはライドウォッチ、下の方はウォズのライダーズクレストがグリーン。ほんじゃ最後はこれ、ほいっと、は仮面ライダーツクヨミで、逆側もツクヨミ。変身者とライダーの名前同じ人ばっかだな。ツクヨミ、まあ笑顔なんだけど、生身の時もよく使っていたファイズフォン10をもう持ってますね。やる気満々だ。で、逆側、あ、こっちもゲイツの下半身で、ツクヨミライドウォッチ、下の方はライダーズクレストがイエロー、月っぽいね。で、あとはこれが説明書か。なんか2つ入ってるな。あ、時空ドライバーとかビヨンドライバーを使っての遊び方の説明で、もう片方はいろいろ収録されてるセリフの一覧表だね。相変わらず結構な数入ってるな。もうなんか通常モードと特殊変身モードっていうのがあるんだ。あとはレジェンドセリフモード、勝利の法則は決まった、なんかクリアできる気がする、宇宙行くあの微妙に違うやつね。そういうのも入ってるんだ。ジオーの音声は43とは書いてるけど、レジェンド含めたら50近く、ゲイツは28個、ウォズも多いね。黒ウォズモード、黒ウォズモードが17、白ウォズモードもあるんだ。白と黒でちゃんと分かれてんだね。白ウォズが9個で、あとこれが祝いモード、祝福の言葉がもう全部入ってるんだ。すごい、もうウォズこんなに祝っていたんだね。祝いモードの音声が多いね、21個もある。で、ツクヨミの方も通常と特殊変身があって、特殊変身が30個、もう一通りみんなやっぱり音声がたくさん入ってますね。まあ一通り箱は出したけど、それぞれなんかつながる感じはあるよね。全員の顔が映ったパターンと、全員の素顔が映ったパターンで、あとはよいしょよいしょ、かっこいいね。これでも一つの絵柄になります。いや、一通りかっこいいわ。箱の方もなかなか遊び心がありますね。じゃあそれぞれ中身見てみよう。ジオー、よいしょ。中身の方、見た目は普通にジオーライドウォッチ、これが今回のメモリアルで、これがデラックス版。見た目とか色合いもそんなに変わりないかな。クリアの色とかちょっと違うかなぐらいだけど、だいたい見た目は一緒ですね。同じ場所にこうやってポンって置いてあったら、どっちがどっちか分かんないぐらい一緒です。ゲイツ、うん、ゲイツの方ももちろん特に変わらず、ウォズ、ウォズはなんかやたら厳重にくるんであるな。ウォズの方も特に違いはなさそう。で、最後こちら、ツクヨミ、こちらがツクヨミライドウォッチ。今までのジオー、ゲイツ、ウォズに関しては普通にデラックス版で出ていたんだけど、ツクヨミに関しては今回のメモリアルセットで初めての立体化ですからね。物語の土終盤でまさかの変身でしたから、当時はまさかと思ってびっくりしたよ。全体的に真っ白、天面がホワイトで、下の土台部分がちょっとなんだろう、色が入ったというか、ベージュが入ってるというか、紫がかってるようにも見えるけど、まあ少なくとも真っ白ではない色が入ってますね。ライダーの顔にする前は仮面
年と書かれていて、年数表記は2068、ゲイツと一緒で、回してライダーの顔にすると、月読みの子、月のような形のシャキーンとした複眼、シャキーンとはしてるんだけど、相変わらずカタカナでライダーと書かれています。ゲイツだけひらがななのはなんでだろう。まあその辺のことはよくわからないけど、月読みもカタカナというわけで、中身ざっと以上なんで、こちらね、4つの音声の方を聞いていきましょう。ずーっパンズ。まずは通常の単品遊び。今これは通常モードなんで、上のボタンを押すたびに3種類の音声が流れます。ちなみにウォズだけ2種類。まずジオーで1つ目。この辺は通常のと一緒かな。で2つ目。この辺も特に変わんない。で3つ目が、タイムマジン。この流れだと特にゲイツも変わってないかな。2つ目。ライドウォッチで戦う未来のライダーはゲイツだ。タイムマジン。3つ目、タイムマジン呼ぶのも一緒。ウォズは開いて2回目。音声も特に変わらないし、光り方も一緒かな。さあ、こっからはおもちゃでは初めて聞きます。つくよみは、つくよみ。そしてここの発光の部分はちょっと透けていて分かったけど、黄色。2つ目が、輝きを放つ三日月マスクの女性ライダーはお、ちょっと優しい感じの言い方だったね。輝きを放つ三日月マスクの女性ライダーはつくよみだ。で3つ目。タイムマジン。つくよみもタイムマジン呼ぶ音声は変わらず、とりあえず通常モードでの遊びはこんなところ。次はモードの切り替え方法。モードの切り替えはここのボタンを長押し。ちょっとジオーでやってみよう。長押し。おー、リンゴーンって音が鳴って、これで長押し1回目で特殊変身モードになって、で、もう1回長押しすると、勝利の法則は決まったー。おー、これは違いが分かりやすくていいね。長押し2回目やるとレジェンドセリフモード。レジェンドセリフの方はリンゴーンって音だけじゃなくて、勝利の法則は決まったーっていう音声も同時に流れました。で、もう1回押すと、これで通常モードに戻りました。それじゃあ、特殊変身モードにして音声の方を一部聞いていきましょう。最初は普通にジオーなんだ。ゲイツ、ボズ、つくよみ、おじさん。おじさんも、ゲイツ、ボズ、つくよみ、おじさん、4人の名前を言ってくれます。俺はやっぱり王様になりたい。世界を全部良くしたい。みんな幸せでいてほしい。そう思ったら王様にでもなるしかないじゃないか。決めた。俺は魔王になる。ただし、最低最悪の魔王じゃない。最高、最善の魔王になってみせる。変身。なんか、いける気がする。悪い魔王は倒さないとね。それが、いい魔王の仕事。俺はゲイツを信じたんだ。俺が大魔将になるって、ゲイツが確信したなら、倒されたっていい。ゲイツは確信したんだよね。俺が大魔将になるって。この甘酸っぱい感じ、なんていうか、そう、初恋の味。違う。他の人や平成ライダーなんか関係ない。俺が王になりたかったのは世界を良くするためだ。勝手にまとめるなよ。俺もゲイツも平成ライダーのみんなも瞬間瞬間を必死に生きてるんだ。バラバラで当たり前だ。それをむちゃくちゃとか言うな。みんな行くぞ。映画のセリフも入ってるんだね。ゲイツやつくよみやオズがいたから今があって未来がある。その未来を俺は生きたい。人生が美しくないの当たり前じゃん。本に書いてあるわけじゃないんだから。これだけは分かったよ。未来は誰にも分からない。瞬間瞬間生きていくしかないんだ。おじさんにはずっと話してなかったんだけど、実は
守れるんだ。なれるよ。なんかいける気がする。時計の針はさ、未来にしか進まない。ぐるっと一周して元に戻ったように見えても未来に進んでるんだ。とりあえず特殊変身モードでの音声は以上なんで、次は勝利の法則は決まった。レジェンドセリフモード聞いていきましょう。これは6個しかないからもう全部聞いちゃおう。なんかクリアできる気がする。宇宙行く。そうそう、花道でオンパレードじゃ。命燃やしちゃってみるぜ。さあ、お前の罪を教えて。ノリとかセリフが微妙に違うのがまたいいね。ほんじゃ次はゲイツ。ゲイツは特にレジェンドセリフモードっていうのがないから、特殊変身と通常の2モードだけ。というわけで長押し。おお、音がリンゴ音じゃないんだね。ちゃんと差別化されてる。ほいじゃあセリフいくつか聞いていきましょう。ゲイツ。ジオ、つくよみ、オズ。さすがにおじさんは入っていません。歴史は変えられなかったようだな。なんで魔王になる道なんか選んだ。そうか、それなら俺は今ここでお前の道を終わらせるだけだ。変身。気合の入った変身。この時代のお前に恨みはない。でも未来のためだ。消えてもらう。運命か。そんなものは俺が変えてやる。あいつが魔王になるのはこの俺が止めてやる。心の鹿なんかゲイツの方がジオウより音質いい気がするな。奴が最低最悪の魔王になるはずがない。そう考え出した自分がいた。お前は最高最善の魔王になると俺に言った。だったら問題ない。最低最悪の魔王になったら俺が倒してやる。必ずな。俺を信じろ。ジオウが魔王になるだと。そんなわけがあるか。こいつは誰より優しく、誰より頼りになる男だ。そして俺の友達だ。このセリフ好きだな。だからジオウと共にまだ知らない未来を作るのも悪くない。やつと俺たちとでな。お前も見てみたくはないか。初恋だと。お前恋を知ってるのか。前のセリフとの落差よ。大体お前のそんな子供の頃のあやふやな記憶は当てになるのかにゃ。にゃって。お前が大魔女になって、お前が最低最悪の未来を作ったんだろ。だが俺はそんな未来から逃げ、この時代に来た。帰らなきゃいけないのは分かってる。でも俺はこの時代で生きていきたいんだ。お前と一緒に新しい未来を作っていきたいんだよ。つくよみ、俺はやはりこの時代にいたい。この時代はもう俺たちの時代だ。それとオズ、悔しいがお前にも感謝する。ジオ、大魔ジオになれ。時の王者にお前ならなれる。最高最善の魔王に。幸せだったぞ。この時代に来て、そうご、お前の仲間に友になれて。目覚ましてやる。世界が一新されて普通に柔道やってるゲイツ。というわけでゲイツの音声も異常なんで、お次はこちら。ウォズはさっきも言ったように黒ウォズモード、白ウォズモード、岩絵モード。主人公の自由を差し置いて一人で4つの種類があります。そんなわけで長押しでまず黒ウォズ。我が魔王、我が魔王っていうセリフ言ったら黒ウォズ。この本によれば、普通の高校生時は相互、彼には魔王にして時の王者、大魔ジオとなる未来が待っていた。我が魔王、ゲイツ君、つくよみ君、おめでとう。この本によれば、今日は君にとって特別な一日となる。ただし、赤いロボットには気をつけた方がいい。我が魔王、これを。使い方はご存知のはず。座布団に乗っけて時空ドライバーくれるシーンだ。仮面ライダーオズの力。確かにオズの元に来た。オズが君一人だと思うな。変身、祝福の鬼だ。響き変だったかな、これは。ウォッチは欲しいが、二度と体を奪うのはやめてもらえないか。セリフが恥ずかしすぎてね、口が腐る。桃太郎に対してだったかな、これは。私はもうクォーターじゃない。私とて平成ライダーの歴史の一部なんだ。仮面ライダーを私たちの思う枠に収めるなど不可能だ。普通の高校生時は相互、彼には大魔王にして時の王者、大魔ジオとなる未来が待っているかどうかはまだわからない。ここから先はこの本とは違う歴史が記される必要があるようです。これが黒ウォズモード最後のやつ。モードが分かれてるだけに音声は少なめだね。じゃあ次は長押しで白ウォズモード。我が救世主。ち
ょっと分かりやすいように白オズのあれ置いときます。白オズは9種類だね、少なめ。私が何者か、オズ以上でも以下でもない。オズはオズだよ。白オズは黒オズより気持ち声高めなんだよね。あとうさんくささも増している。我が救世主変身、我が名は仮面ライダーオズ、未来の創造者である君に託そう。我が救世主大魔の日、君がジオンを倒すんだ。しまった、まるでも罰でもない永遠に論争が続く問題を出してしまった。気に入ったよ、あの魔王。彼なら面白い未来を作れそうだ。大事にするんだね。時間が来たようだ。君の未来が闇に包まれぬことを祈る。私の見立て通りだ。トリニティの力は君たち3人が互いを思う力、世界の壁など超える。言い方のくせいな。互いを超える力。というわけで、白オズモードも以上なんで、次は岩絵モード。岩絵なんで外しておこう。岩絵、これはどうなんだろう、一つ一つが長そうなんだよな。岩絵、全ライダーの力を受け継ぎ、時空を超え、過去と未来を知る示す時の王者。その名も仮面ライダージオ。まさに生誕の瞬間である。初変身の時。岩絵、全ライダーの力を受け継ぎ、時空を超え、過去と未来を知る示す時の王者。その名も仮面ライダージオ、ビルドアーマー。まず一つ、ライダーの力を継承した瞬間である。ちょっとセリフ被ってる前半部分はカットしていきます。よい、その名も仮面ライダージオ、エグゼイドアーマー。また一つ、ライダーの力を継承した瞬間である。よい、その名も仮面ライダージオ、フォーゼアーマー。フォーゼの方はシンプルだな。ハッピーバースデー。よい、その名も仮面ライダージオ、オーズアーマー。また一つ、王たるライダーの力を継承した瞬間である。いいね、オーズの場合はハッピーバースデーも入ってくる。鴻上会長みたいだ。よい、その名も仮面ライダージオ、ガイムアーマー。また一つ、ライダーの力を継承した瞬間である。よい、その名も仮面ライダージオ、ダブルアーマー。二人で一人のライダーの力を継承した瞬間である。ライダーの特徴を言ったり言わなかったり。よい、その名も仮面ライダージオ、ディケイドアーマー。よい、その名も仮面ライダージオ、まさに最短の瞬間である。瞬間である、言い方好き。王の凱旋である。よい、全ライダーを凌駕し、時空を超え、過去と未来を知る示す時の王者。その名も仮面ライダージオ2、新たな歴史の幕が開きし瞬間である。こん時の岩への言い方ちょっと強いのがいいね。よい、巨悪を駆逐し、新たな未来へ我らを導くイル・サルバトーレ。その名も仮面ライダーゲイツリバイブ。真の救世主がこの地に降り立った瞬間である。結構白オズとの差分かりやすいな。よい、過去と未来を読み解き、正しき歴史を記す預言者。その名も仮面ライダーオズ、新たなる歴史の1ページである。とりあえずやらねば。よい、どうやら3人のライダーの力が結集し、多分未来を創出する時の王者、その名も仮面ライダージオートリニティ、きっと新たな歴史が創生された瞬間である。この本によれば、岩井卒業。これ単純に総悟くんが高校卒業した時だ。キレス、我こそは仮面ライダージオートリニティ、大魔王たるジオーとその家臣ゲイツ、オズ、三位一体となって未来を創出する時の王者である。これは言わねばなるまい。言わえ、ジオートリニティとアギトトリニティフォーム、三味一体と三味一体、合わせて六味一体の力が。ジオートリニティのウォズの腕の方が荒ぶってるシーンが面白かったね。これ言わえ、まさに19年前の今日、我が魔王はこの世に生まれ落ちた。花よ、咲き乱れよ、鳥よ、歌え、生きとし生ける全ての者たちよ。その全身全霊をもって祝福するがいい。我が魔王の生誕の日を。お誕生日もこんだけ盛大に祝ってくれたら嬉しいね。いわ、宇宙最強銀河ファイナリー、緊急時につき短縮版である。いわ、いや、もはや言葉は不要、ただこの瞬間を味わうがいい。いわ、時空を超えて大魔王の力を受け継ぎ、全ての時代を知る示す最終王者、その名も仮面ライダージオ、オーマフォームの誕生である。よえ、時空を超え、過去と未来を知る示す究極の時の王者、その名もオーマジオ、歴史の最終章へたどり着いた瞬間である。
最後のやつは大魔女ドライバーの方にも入っていた音声だね。さあというわけで最後はこちらのつくよみ。つくよみもゲイツと一緒でモードは2つだけ。特殊変身モード、これまたやっぱり違う音が鳴るんだね。つくよみ、どうぞゲイツ、まずこれが50年後のあなた、最低最悪の魔王、これはあなたにとてつもない力を与える。そしてあなたは世界を破滅させる時の王者、大魔女王となる。あなたが本当に大魔女王かどうか近くで観察させてもらうから。ねえ、今だからこそ聞かせて。ゲイツは、あの相互が本当に私たちの知る大魔女王になると思う？相互が時空を超え始めた。あの強い力を私たちは知っている。あれは大魔女王の力よ。悲しいけど、私たちが取るべき選択は見えたね。相互の力は未来を予知するなんて生やさしいものじゃない。もしかしたら自分の思った未来を作り出してしまうという力。若い頃の大魔女王が時を超えてきたっていうの？変身！兄さん、仮面ライダーの力を手に入れました。この力必ず兄さんのお役に立つはず。私も王家の一員、我が世界を守るためなら何でもする。無駄なあがきはよしなさい。滅びは止められない。ああ、あなたのような王はいらない。もう妙光院君は乱暴なんだから、いい加減にしなさい。うりゃー。これが最後の音声。最後の最後が勇ましすぎる。というわけで一通り音声の方を聞いてきましたんで、こちらベルトに装填して遊んでいきましょう。多分音声の方もバージョンアップしていたような気がする。まあ聞いていきましょう。発光は普通。微妙に音がやっぱりバージョンアップしてる。最初の方のなんかギルーンって音もそうだし、最後の複眼が顔にバンバンバンってつく音声も入っていました。これじゃあ必殺技はフィニッシュタイム。あ、タイムブレイク。こっちは特に変わらずかな。あとは特殊変身遊びっていうのもあって、ここ長押しして、この状態で天面のボタンを押して、ベルトに装填。で、この状態でここのボタンを押すと、聞こえたかな？変身という音声が流れます。で、変身後に長押しすると、決め台詞っぽいものが流れます。音声はいけそうな気がする一つだけ。そして必殺技の方もちょっと変わっていて、フィニッシュタイム、タイムブレイク。こんな風に攻撃の掛け声が鳴ります。で、さらに勝利の法則は決まった。レジェンド状態にして変身した後に天面を長押しすると、勝利の法則は決まった。今普通に勝利の法則は決まったの状態にして装填したからそうなんだけど、事前に鳴らした音声を長押しするたびにひたすら言ってくれるみたいです。だから宇宙行くの状態で装填した場合は、ここ長押しすると宇宙行くと言ってくれる。こういう遊び方もできます。ほいじゃあお次はゲイツ。ちょっとよけた。ああ、余韻感がいいね。最初のギュインっていう音と副眼のガンガンガンってくっつく音、この辺はジオウと一緒でしたね。じゃあ必殺技フィニッシュタイム、そしてもちろんこちらにも特殊変身モード。大気を流れてる最中にボタンを押すとなかなかかき消されてるけど、一応変身って言っています。で、変身後に長押しすると、この時代のお前
というセリフが流れます。そして必殺技フィニッシュタイム、ゲイツくんのデアーっていう声が流れます。じゃあお次は一人だけ変身ベルトが違う、こちらウォズ。そうか、特にあのウォズは副眼がガンガンガンってぶつかるあれがないから、最初の方に多分ギローンって音が追加されたぐらいかな。じゃあ必殺技。ビヨンドザタイム。タイムエクスプロージョン。多分必殺技も変わらず、ウォズの方もモード変化によって音声が変わります。まずは、我が魔王。黒ウォズモード。開いてボタンを押すと、やっぱり大気にちょっとかち消されるけど、クロボズの声で変身と言います。で、変身後にちょっと見にくいけど、ここのところにボタンが一応出てるんで、ここを長押しすると、言え、過去と未来を読み解き、正しき歴史を記す預言者、その名も仮面ライダーウォズ、新たなる歴史の1ページである、というクロボズのセリフが流れます。で、必殺技。ビヨンドザタイム。タイムエクスプロージョン。ウォズのハーという掛け声が鳴ります。ちなみにこの掛け声の方は黒ウォズ白ウォズは共通らしいです。じゃあお次は、我が救世主。白ウォズいきます。こちらもパカッと開いて、待機音中にボタンを押すと、変身と一応鳴ってます。聞こえてんのかなこれ。こちらも長押しすると、我が名は仮面ライダーウォズ、未来の創造者である、という音声が流れます。さあ、そして最後はつくよみいきます。つくよみの変身ポーズ忘れちゃったな、まあいっか。待機音はこれです。いかにも女性らしい感じ、ちょっとなんかセーラームーンっぽいかな。まあセーラームーンあんま見たことないんだけど、副眼のくっつく音もちょっと控えめでしたね。そして必殺技、フィニッシュタイム、タイムジャック。ああ、つくよみはタイムジャックなんだ。もちろんこちらも待機音声中にボタンを押すと、変身と言ってくれます。そして変身後長押しすると、兄さん、仮面ライダーの力を手に入れました。この力、必ず兄さんのお役に立つはず。そこなんだね。じゃあ必殺技、となかなか勇ましい声が聞こえました。はい、というわけで今回はこちら仮面ライダージオのデラックスメモリアルライドウォッチセット紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。毎回恒例の通常の変身音声がちょっとバージョンアップして、さらに役者さんご本人による音声の方も収録。メモリアルなだけに本編の音声を聞いていろいろ思い出しますね。そしてなんといっても今のところ今回のセットにしかついてこないつくよみライドウォッチの方もゲットできますから、まあまあ貴重なセットなんじゃないかなと思います。メモリアルデタッチャ出たけど、今後なんか V シネのいろいろで新しいライドウォッチもまあ出てくるんだろうけど、まあそれでも一応シリーズの一端の一区切りとしてね、メモリアルを感じる一品でした。まあ一応またゲイツマジェスティライドウォッチっていうのが残ってますからね、確かあれ予約注文したような気がするから、届いたらまた紹介しようと思うんでね、よろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。